とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ボスラッシュのタワーをやっております。タワーボスラッシュか。めちゃくちゃ難しいです。今日は、8回からですね。まだ一度もやられてないので、まあ一応クリアをね、目指していきます。ドラを持っていこうかな。はい。ここのボスは何でしょうか？どこに出てくる？このスイッチはね、まだね、危険なんで、押さないでおきましょうか。そっちなんかいるな。何がいるの？あ、エンダーマンか。うん。槍にエンダーマンだったら、全然 OK。相性が抜群ですね。危ない。でもね、あのね、ボスが2体出てくるんですよ。1回のステージで。なので、あと1体は何が来るか、それが問題です。変なの来んなよ。楽勝楽勝。ここではめれる。若干後ろ下がってるか？あ、でもまあまあ、ここでついてれば。いや、シャラ臭いか。ちょっと出ていきましょう。しゃあ。いやー、結構痛いな。よし。終わりー。まあ、こんな感じで、ボスがね、2体ずつ出てきて倒すっていう感じですね。うん、今回のが、あの2人。次は、誰になるでしょうか。もう変なのが来てくれるなよ。できればね、クリアをしたいので変なのは来ないでください。あれ、あとどこだ。あ、この奥か。はい、では、8回かな、クリアでーす。バースト、もういつもの感じだったらね、バーストクロスボウを取っていくよ。でもね、ボスだからね、これが、通用するかどうかはわかりません。うん、ボスだからね、パワーの方がいいかな。うん、パワーの方が、向いてるね。長弾は、雑魚を呼ぶやつだったらいいけど、そうじゃなければ必要ないので。で、近接もね、重要になってくるよね。近接結構重要になるよ。おお、またエンダーマン。あ、もしや、また一緒のタイプか。うん、その回と次の回が、ボス一緒っていうのがたまにあるんですよね。なので、そのタイプかもしんない。OK。終わり。何が来る？はい、OK、分かった。ちょっと痛いってこいつの攻撃意外と痛いんだな。あのビームしか撃ってこないかなと思ってたらタックルしてくるんだ。ちょっと待て。あー、ギリギリだった。ギリギリだった。危ねえ。あいつちょっと怖いな。ね、愛のメダルは意味ないから、エレメントのカバン一応持っていくか。持っていけば、まあ、壁に隠れながら攻撃はできると思うんで、いきましょう。あー、ね、耐久力まだ欲しいけども、確か次の回とかで、輝くローブ出たような気がするんだよね。となると、バーストクロスボウかな。うん、槍は後で変えるとして、とりあえず弓で基本戦うようにしようか。近接の方が戦いやすいやつもいるけど。え、これボスはさ、一緒だよね。普通のタワーと。まあ何が出るでしょう。ガストでしょ。ああ、そっちにいるんかい。マジか。出てくる場所が違った。いやー、うわー、うわぁ、ちょっと待ってー。思いっきり、ちょっとポーション
今の切れてたよね、使えなかったんだけど。まあいいや、次で倒そう。よしよし、とりあえずガストさえ倒してしまえばもう何度でもなんのよ。いやー結構硬えな。よし、あっなるほど、森を投げてきたのね。ちょっと安全に行こう、安全に行きましょう。あー危ない、あーやられちゃったなまさか出てくる場所が違うとは。はい、輝くローブ、何もつけんでいいね。一応鋭利だけはつけとこう、攻撃力を増しとこう。何が出る、ちょっと待って、エンダーマイトとりあえず邪魔だから開けとこうか、動きやすいようにさ。おお、ホースマン余裕。次は、あこのセットもいたね。でもこれはボーナスゾーンです。ここは間違いなくボーナスだよ。うん、あいつがね、もうレッドストーンゴーレムがもう近づいても動いてくるタイプだったらまあ難しいけど、うん、近づいてれば動かないんでなんとかなりますね。雷の矢筒でしょう。え、ちょっと待って、え、なんで、ああ、そっちに行かないかと思った。矢筒だよねこれは。うん、どうしても矢が足りなくなりそうなんで。どこに出る？そこ？よっしゃー。ああ、ちょっと時間かかんなこれ。まあまあ、カバン次第です。ドラを入れて、うん、そんぐらいか。ちょっと倒すには時間かかるけども、まあまあボーナスステージですねここも。余裕です。はいし。13回クリア。今半分だね。まだあと半分あんの？これはきついぞ。ボスラッシュだったらね、あの怒りとか持っていきたい感じですけども、うん、エンチャントが微妙なんだよね。いや、なしでいいか。戦いにくい場所だな、またここも。ああ落ちてしまった。扉の向こうにいて、あ、いる、これラッキーかも。あ、いや当たんないな。うん、ダメだ、カバンも当たんない。となるともう開けて戦いに行くしかありませんね。どうするか。危ねえ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 。ドラ使って、よし、ちょっとはマシか。ちょっと待って、次、あっ、ぶね、めちゃくちゃ効くじゃん。ザコのダメージよ、ほんとやばい。よし、オッケー、あぶねえ。あー、ポーションバリアは次の敵に取っときたかったけどな。あ、ポーションバリアないのか、そうか。で、ちょっと待って、海の中でお前たち出てくんなって。めちゃくちゃやりにくいのよ海の中。よし、オッケー。あ、いや、あ、危ない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 、無理無理無理。若干弱体化してるかなと思ったらそうでもないわ。あ、ここでいける。いや、やっぱ動くか。当たるには当たるんだけど回復するんでしょ確か。あ、でも
ある程度時間かけていけばいけなくはないけども、あー鬱陶しいな。行きましょうか。よし、 OK、 いける。 OK、 もうちょい回復すんなよ。よっしゃー、いけたな。海の中は戦いにくいし、あいつら火は海の中に出てくんなよ、もう本当に。そのまま行きます。よーし、ありがたい。んー、まあメインウェポンのこっちでしょう、100。うんで、海ステージは、あーボス17階が確か海ステージだな。あー、ここもか。やりにくい、めちゃめちゃやりにくい。何、まあ、ホースマン、あ、やった。となるとここはボーナスステージだな。よし、ボーナスステージ落ち着くね。ボーナスステージはありがてえ。よしで、もうなんかタワーではね、あれだね、エレメントのカバンが氷が出てきた時の残念感っていうのはないね。よし、はい、来た。で、バーストクロスボウ、こっちの方がね、エンチャントの性能がね、いいのよ。なので、こっちに変え、あ、いや、でもね、パワーついてるからな、ボス戦ではこっちだよね。ボス戦はこっちなんだよな。いいか。うん、無限なしでもいいか。あ、このまま行きましょう。次はどんな感じだ。あー、ここか。で、結構時間かかってたね。なので、あ、ラッキー、ラッキーボーイだよ君は。ありがたい。普通に戦えば強いけどね、めちゃめちゃダメージあるけど、ありがたい。うん、でとりあえずタワーボスラッシュ第2回はこれでとりあえず終わりたいと思います。うん、で次の、18回からは次の動画で、やりましょうか。18回からもう27回まで行きます。いや無理だな、ちょっと厳しいかもしれない、まあ、とりあえずね、長くなるとあれなんで分けて、やっていってます。よし、もう槍のパワーがちょっと低くなったので、ちょっと近接が欲しいね。確か槍が途中で1回出てきたような気がするんだよな、もう1回ね。いや気のせいか。まあとにかく武器は変えた方がいいわ。なんで武器はちょっと近々変えていこう。うん、矢だけじゃねちょっと足りない、弓だけでは足りないので。で当たんないなお前、こっち、おーしよ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 し、なあ2択を外す、まあ、よくありますよね。はい、いけた。いやー、これ本当にね、最終回のボスが気になるわ。何が出てくるんだろうね。はい、ということで、今日は何回だ ?8 回ぐらいから行きましたかね。うん、まあ、途中で、ラッキーなところがいくつかあって、よかったんですけども、どんな感じになるんでしょう。ちなみにここは衛兵のアーマーで行こうと思います。では次もやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。